皆様、ようこそハウステンボスへお越しくださいました。ハウステンボス歌劇団チームウィング湊相馬でございます。蘭光輝でございます。スパークルレビュー賞ウィング、美しい白銀の世界を、短いひとときではございますが、最後までごゆっくりご覧ください。
皆様、本日はようこそハウステンボスへお越しくださいました。ハウステンボス歌劇団チームウィングでございます。私たち歌劇団はただいまチームブルーローズ、チームシャイン、チームフラワー、チームハート、チームハピネス、そして私たちチームウィングの6チームで構成されております。ここハウステンボス内にございますハウステンボス歌劇大劇場、そして福岡県福岡市東区にございます歌劇ザレビューシアター、こちらの2カ所を拠点に公演を行っております。1回1回の公演に心、そして魂を込めてお届けしてまいります。今後ともハウステンボス歌劇団をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様に私たちハウステンボス歌劇団の公演のご案内をさせていただきます。ここハウステンボスではあちらにございます観覧車の近くにハウステンボス歌劇大劇場がございます。こちらの大劇場ではただいま私たちチームウィング、そしてブルーローズのトップスター優雅さんをお招きいたしまして、羽ばたけ悠久の空高くを公演中でございます。さらに結城まことさん率いますチームハピネスによるデビューショー心を染める虹色の夢ハピネスも公演中でございます。そして場所を移しまして、福岡県にございます歌劇座レビューシアターではセイラソラさん率いますチームシャインによる情熱のカルメンより愛に恋う永遠にデビューショー空に光を放てを公演中でございます。そしてこの後16時50分からはここハウステンボス歌劇大劇場にて私たちチームウィングによります羽ばたけ悠久の空高くとなっております。ぜひ皆様どちらの公演にも足をお運びいただきまして、私たちと一緒にライブ歌劇の世界をお楽しみいただけましたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして明日1月27日ホテルヨーロッパレンブラントホールにてチームハピネスの若手男役メンバーによりますスペシャルティーパーティーとなっております。ぜひ皆様のご参加心よりお待ちいたしております。それでは最後にハウステンボス歌劇団のテーマ曲でもあります夢の扉をお届けいたします。ミュージックスタート。本日は誠にありがとうございました。